コインマジック、こちらに銀貨が 1,2,3,4,5,6 全部で6枚あります。これアメリカの50セントハーフダラーと呼ばれるコインですね。あとこれはですね、10円玉日本のコイン、これが1枚だけ、合計7枚使います。さてまず3枚を右手に、残り3枚を左手に握って、10円は1枚ですからこう片手に握ります。間違いなく両手に3枚と3枚が握られた状態ですね。ではいきます。あれ今なんか怪しかったですか？こっちが見たい？見たい？そうですか、仕方がないですね。はい、ちゃんと3枚ありますね、間違いありません。こちらは10円と3枚ね、間違いありません。それではいきます。こちらから左手のコインが消えて、こちらに着地ということで、全てのコインが瞬間移動してしまうんだよね。このですね、銀貨が他の10円玉ですね、10円玉が他の銀貨を吸い寄せてしまうという、そういうマジックなんですね。もう一回やってみましょう。では今回はこの10円玉は使わずに取り除いておきます。でですね、この銀貨だけを使ってやってみましょう。はい、まず3枚ずつ握ります。で今回はですね、先ほどのようにこういう怪しい動作はしません。はい、こういう怪しい動作は絶対にしませんから、どうぞご安心してご覧ください。あれ、こんなこと誰もやってませんよね。あれ、こっちが怪しいですか？見てみたい？仕方がないですね。ちゃんと3枚あります、間違いありませんね。右手はどうでしょうか？ね、大丈夫ですね、3枚間違いありません。3枚。それではいきます。今度はね、1枚ずつやってみたいと思います。まず左手から1枚が飛び立ってこちらに着地、ね、これでもうすでに左手には2枚しかありませんね。で右手には4枚ね、1枚のコインが飛び移ってきました。続けていきましょう。2枚目のコインもジャンプしてこちらに着地、ね、これでもうすでに左手には1枚だけで、右手には1枚、2枚、3枚、5枚、ね、飛び移っているのでございます。最後です。最後のコインも消えて着地、これで1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚のコインが全てこちらに飛び移ってしまいました。ありがとうございます。